こんにちは、クルメです。今日はですね、ついに届きました。AM スニークの、実は長さん SPX です。で、明日届く予定だったんですけども、1日早まりまして、今日届いて、早速開封して、試してみています。とりあえず感触はいいですね。はい。で、ちょっといじって、行きたいんですけども、なんかUAD プラグインでも結構触ってるし、まあウォームオーディオの WN73EQ とかはほぼ同じのはずなので使ったことあったんですけど、なんかスイッチが多いのかな、なんかよく分からずですね、今触ってるんですけど、とりあえずマイクプリの原因がここですね。で、マイクプリは左側で、ラインで、ここも、ここがマイクインとラインインがあるんですけども、で、今、ラインアウトで、ここのプリズムサウンドのライラ2に行って、インプット1に触ってます。で、今マイクプリの原因がデシベルだったんですけど、なんかこのメーターがよくわかんないですね。なぜか50デシベルの次がオフになってて、はい、さっきオフだったんですけど、で55、60、65で、マックスは80までいけるということで、まあ、かなりのゲインを稼げるということですね。まあ、僕が持っている中では多分フォーカスライトの ISA2 が65プラス20の85デシベルいけた気がするので、まあ、それが一番ゲイン大きいんですけど、まあ、これもだいぶ大きいですね。80までいけるということで、はい。で、今日はマイクがたまたまこれつけてたエレクトロボイスの RE320 なんですけども、で、なんかヘッドホンアウトの音量もいじれるのかな、いじれますね。ここは要するにアウトのレベルか、 EQ OP、なんかこの切り替えの意味はまだよく分かってないんですけど、これ INS インストースと、DI なのかな、多分。で、プリなんかプリを押すとちょっとよく分かんないですね。で、これが位相反転で変わると、で、 EQ、 あ、これは EQ オンか。あー、おすげえ。はいはいはい、さっき EQちょっといじっててかからなかったんですけど、これで EQ オンですね。で、リフトってなんだ。で、マイナス20デシベルはパッド、あれなってない。48V がファンタムで、これファンタム。ローゼットは、これギターとかの。で、フロントっていうスイッチがありまして、これにすると、前から挿した時のマイクプリですね、多分。今後ろに挿してるんですけども、マイクインで横にラインインがあって、前にもコンボジャックがあって、 XLR と、TRS 挿せますね。 DS か、まあ、TRS も DS も挿せますねっていうことなんですけど、ディジってなんだこれ、ちょっとまた研究しておくんですけど、まあ、スイッチが結構あるということですね、はい。ちゃんと撮れてるのか今日は。ちょっと興奮してとりあえず開封して撮ってるんですけど、で、EQ はこれオンにしないとかからないので、オンにしますね。はい、今オンにしました。おお、すげえ、今ローが出ましたので、ハイがめっちゃ落ちてるのは何だ、これがハイだから、あー、すげえ、わ、すごっ、これがハイ、
一番左がハイで、一番右がローで、もっと右がローカットですね。ハイパスってことで。これが、EQ を通してない音なんですけど、EQ 通すとこういうのありますね。おお、これ今ハイもミドルもローもローカットも全部オフにしてるんですけど、結構なんかこれが UK サウンドっていうのかよくわかんないけど、くぐもった感じになりますね。でまずローカットしてみるんですけど、50、80、160、300。おお、これが300デシベルのローカットで、これが160デシベルで、80デシベル、50デシベルオフ。おお、80デシベル。あ、はいはい。まあ、とりあえずオフにしと、いや、どこもか。50と80と160、80、まあ、50にしときますね。50デシベルのローカット入れといて、で、これまあ、つまみが2つあって、奥のギザギザっていうのが周波数を選べると。で、手前のグレーのが、原因ですね。で、ハイだけ、これヘルツ決まってるはずですね。ちょっと何ヘルツかはちょっと後で調べてみないと分かんないんですけど、まず、まあ、ハイを上げていくとこういう感じで上がっていくと、はいはい、うん、これいいなこれいいですね。いや、なんかウォームオーディオよりいい気がする。ウォームオーディオ買ったのが結構前で、1ヶ月しないうちに手放しちゃったんですけど、なんでかっていうと、まあアウトボードのマイクプリ買うの初めてで、まあ試してみて、まあ、ニーブクローンってことで試したんですけど、まあこんなもんかってことで手放しちゃったんですけど、これこんなもんかって感じじゃないかもしれないですね。ハイの聞きがすごい気持ちいい気がする。はい、とりあえずこんな感じにしときますね。で、ミドルを今オフになってるので、ちょっと周波数いっぱいながら、あれ、あ、これ今オフなんですけど、周波数変えるだけで、あ、そうかそうか、変わるか、マイナスか、あ、そういうことか。これプラマイなので、ノブの線が一番下向いてる時がフラットですね。なのでこれがオフで、これ回しても変化しないんですけど、例えば 1.6kHz を上げていくと、まあ、こういう感じで上がっていくと。で、これか、はいはい、まあ上げすぎたけど、マックスは何デシベルなんだろう、ちょっと分かんないけど、プラス10デシベルくらいバーンで上がってそうですね。で、周波数変えていくとこういう感じになるということで、 7.2kHz って結構広域なので、そこまで上げられるということですね。まあ、1.6kHz か、あー、うん、うん、ちょっとミドルは、うん、あ、で今気づいたんですけど、これつまみのゼロでカチッとなるかと思いきやならないですね、うん、なので1ミリぐらいずれてるかもしれないですけど、はい、まあ、とりあえず、まあ、オフのスイッチがあるのでオフにしてみます。で、ローなんですけど、ちょっとローを、ちょっと上げてみますね。はい、35。60。
110、220、あれ、うーん、ローは4段階ですね。オフと35 60 110 220。まあ、35Hz を例えばマックス上げるとこういう感じで60Hz。 おお、気持ちいいですね。まあ聞き取りづらいと思うんですけど、110、220、220はちょっと違うな。 220Hz か、 200Hz ぐらい一番こもっちゃうんですけど、まあボーカルだとまた違うと思うんですけど、ダイアログだとかなりこもるので35か50ですね。おお、これ気持ちいいかも。50にしときますね。おお、マックス。ちょっと今日は極端に、あれ、はい。まあでもさっき ローカットで 50Hz 入れてて、ローカットで50入れて、EQ でローをバンと上げると、どういう処理になってるのかな。まあ気持ちいいからとりあえずいい、そうしておきます。ローカット50でかけて 50Hz をシェルビニで上げると、マックス上げるという感じにちょっとしてみました。でまあ聞き取りづらいと思うんですけど、まあ、ヘッドホンで聞いてる分には、まあ、気持ちいいという感じになってます。はい。で、あ、ちょっと画面がイマイチだったんですけど、でミドルを例えば上げたいってなると、まあミドルちょっと調整して、いや、ミドル難しいですね。でハイ、あれ、あ、そっか、ハイをこれが0で、まあ、ちょっと上げるぐらいにしときます。はい、まあこのぐらいですかね。うん、すごい。1700SPX すごい。なんか、え、なんかめっちゃいいな。 SN もかなりいいですね。でこれ、あの、見えるかわかんないですけど、あ、見えてるか。これあの、こういうアダプターがついてまして、あ、やっぱノイズ出るな。マイクと近づいたりしたらノイズ出るんですけど、これがそのまま本体にさせないんですよね。このアダプターで、まあこういう小さいスイッチを刺すんですけど、これ結構不評らしくて、これまああのレコーディングとかライブとかでこれ抜けるっていうのを結構みんな言ってて、確かにちょっとなとは思いますけども、ちょっとなと思うし、このアダプターが必要っていうのがめんどくさいですよね。うん、なんですけど、まあとりあえずこうだということでですね。太っ。音太い。で、あのサウンドハウスで、で、あの、この1700SPX のレビューが一件だけあって、で、まあ、シルホルチャンネルとか、オーロラオーディオの GTQ2 とか、まあ、この 1700SPX、まあ、ニーブクローンって言われるのを試した、まあ、ほとんど試した人がいるらしくて、で、この MS ニーブの 1700SPX に行き着いたって書いてあって、うん。まあ、一番音が太くて、あのマリエーナのトランスがやっぱいいって言ってますね。で、まあ、気になってたし、まあいずれ、まあ、なんかちゃんとしたのちゃんとした1700欲しいなと思ってたので買っちゃったんですけど、感触は思った以上にいいですね。まあ、うん、多分ウォームオーディオと全然違う気がする。その時こんな感動しなかった気がするので、
まあ機材について何も知らなかったってのもあるんですけど、これはすごいな、これはボーカル取りたくなる感じですね。でコンプついてる方が嬉しいなとか思ってたんですけど、まあそれはそれで後編集でかけられるのと、あとまあ EQ でかけ取りって難しいなと思って別になくてもいいかと思ったこともあったんですけど、やっぱあった方がいいですね。これ EQ をオフにした状態で、まあこれでも十分いいですね。うん、これでもかなりいいんですけど、まあ、息をオンにすると太いな、これ気持ちいいな、すごい太いし、なんかコンプかかったみたいに聞こえてますけどね。 EQ のかかりがすごくいいのかな。でフォーカスライトの IS-2 とかすごい密度を感じるんですけど、そこまでの重たい密度っていうか、すっごい気持ちのいい密度を感じますね。うん、で今ロジックで撮ってるんですけど、波形もすごく綺麗だし、なぜか、で SN もめちゃくちゃいいっていう。おお、やっぱ EQ 回路通るとノイズ増えるんですけど、ちょっとだけ増えるんですけど、EQ をオフにすると。なんか、ヘッドホンしてないぐらいノイズないですね。うん、現実世界と全く変わりないぐらいノイズないですね。で EQ かけるとちょっとだけさーっていう、ちょっとだけホワイトノイズ聞こえてるんですけど、これノイズめっちゃ今までで一番少ないかもしれない。あの SN ってね、シグナルノイズ比って言われますけど、これ今原因が十分あるのにノイズがめっちゃ少ないんですよね。なにこれ、はいはいはい、ノイズなんじゃないか、原因上げると当然ノイズも増えるんですけど、今原因がめちゃくちゃある、波形がめっちゃあるのにノイズめっちゃ少ないっていう、意味のわからないぐらいノイズがないですね。すごっ、これはすごいな、これはすごいですね。今まで持ってきたアウトボードの中で一番 SM いい気がするな。はいはい、プリって何だろう、プリで、この IP、EQ、OP、 なんかこのね、押してスイッチ切り替えられるんですけど、これがちょっとよく分かってないけど、はい、まあマイクプリだけでも気持ちいいし、これだとあれですね、うん、まあまあそこそこいいんですけど、EQ 入れるとなんかめっちゃ気持ちいいな、ボワって感じですね。まああのこの話してる言葉だけだと聞きづらい、ボワボワになって聞き取りづらいかもしれないですけど、ちょっとまあ後編集でいじりながら続けしたいと思ってるんですけど、っていう感じですね。え、これシェルフォードよりいいのか、もしかしていいっていうか、うん、あ、わかった、マイクプリーと EQ 自体はシェルフォードチャンネルより僕好きかな、かもしんない。というかマンレーとか LL80 とかよりも好きかもしんない、ね、ファーストインプレッションなんですけど、
これは大楽でもボーカルでもこれでやりたい気がするな。すごいな、やっぱ僕ミーク好きなんですかね。うん、まあ要するにヴィンテージニーブでは全くないですし、まあ、ヴィンテージの音知らないんですけど、まあメンテナンスがね大変でしょうし、個体差もあるみたいで、まあ現代的な17さんの音っていったらこれがファーストチョイスなのかどうなのか、うん、っていうとこですね。でこれがあの1チャンネルの、チャンネルストリップなんですけど、DPX っていうのだとこれがデュアルスロットですね、 2U のラックになっていて、まあ、品質同じなんでしょうけどね、うん、なのでとりあえず1チャンネルでいいって人はこの SPX だと思うんですけど、でこれはまあとりあえず買ってよかったですね。まあいらんやろってずっと思ってたんですけど、何でかというとまあシルフォーチャンネル持ってるので、あれでもう1073、僕の中ではあれを1073の音として満足しようと思ってたんですけど、なんかよくよく調べていくと、まあ1073クローンっていうかその系統にはあの入ってないことが多くて、いろんなレビュー見てたら、うん、あやっぱ違うのかなと思って、で王道が多分これですね、現代版だと。でただまあ結構するので、まあいらんやろって思ってたんですけど、ちょうど海外の僕がよく見るサイトで見たら、オープンボックスっていうので多分一度誰か開封したと思うんですけど、とはいえ新品の状態で、まあ、めっちゃ安かったんですよ。でうおーと思ってたんですけど、それを見てていつもだったらすぐポチってるんですけど、さすがにあのここのマンレーボックスボックスとか、マンレーコアとか立て続けに買った後だったんで、やっぱいいかなと思って、で確か1073FCX 僕買わないっていう動画上げたんですけど、うん、でかつ在庫なくなっちゃったんですよね。で、あ売れちゃったかと思って、これ1個だけだったんで、オープンボックス、まあそれで諦めついたわと思ったんですけど、翌日諦めきれず、まあ、サイト開いたら在庫戻ってたんで、まあ、ポチってしまったか、速攻ポチってしまいましたねっていう感じなんですけど、これは買ってよかったっすね。すごいめちゃくちゃかっこいいし、今日はこれをちょっと横に置いてお酒飲みたいかなと思ってるんですけど、これいいな。なんかね波形がめっちゃ綺麗なんですよね。綺麗っていうか、まあまあ綺麗ですね。すごくいい原因がバーって出てて、なのにノイズがめちゃくちゃ少ないっていう、ちょっと体験したことないぐらいの感じなんですけど。で MS ニーブはちょっと僕ニーブ 88M でちょっといろいろ疲れちゃって、あれがちょっと欠陥が多い気が僕はしてるので、なんかあったら嫌だなと思ってたんですけど、今のところかなりいいですね。さすがニーブって感じの、うん、音ですかね。これだからもう今の段階で後処理いらないって初めて思えるぐらいの、後処理いらないとかよく言うことあるんですけど、結局なんか撮ってる段階では満足、なんかやらないとなと思いながら撮ってることがほとんどで、ただこれはすごいですね。
これアイゾトープのノイズリアクションさえいらないかって思うぐらいの感じですね。うん、はい、というわけで今日は AMS リーグの1073 SPX が届きましたというご報告でした。